ワンセブンで見てた。おお、現地で見てくれたりワンセブンで見てくれたり、ね、何かあって見れなかった人はね、アーカイブ配信が始まったらね見えますからね。今日はですね、こういった髪型でやりました。ポニーテールしてて、ちょっとね、踊る前はいい感じの前髪してたんですけど、ネモハモがセットリストの中にありまして、しかもフルサイズ、フルサイズやってめちゃめちゃ頑張ってやったら髪の毛がぐちゃぐちゃになっちゃったあ、待って、バッチコイ始まっ、あ、違うか、バッチリ見てたがバチコイ始まったように見えた違う、明日ですね、今日土曜だ。いやー、いろいろあれですね、かっこいいです。でもハム多分フルサイズはみんなの前で話すの初めて、話じゃない、やるの初めてだもんね。16人バージョンの、え、なんで分かったの、すごい。そう、今回はね16人でやってましたよ。それ気づくのすごい。だからちょっと見た人しか分かんないと思うけど、そうだから、ずっとその後ずっぱり、あの、何曲か1曲やって1曲出てっていう感じだったから、前なんか縛り直す時間がなくて、髪とかすごいぐちゃぐちゃのままでもうずっとです。皆さんは何の曲がワイワイ来ました？たっとり分かった。あー、なるほどね。確かに一番後ろのやつが確かいつもよりは人数少なかった。おー、ゼロサム摩天楼。あ、ゼロサムは、あー、はいよね。リバータンポポ太宰太宰って訳されるんだ。見えない空はいつでも、うーん、オーレディリバー、あー、その辺ね。何から語ろうって感じ。ちょっと今日思ったこと、まあ大体はメールに書いたんだけれども、そう、選挙メドレーもね、そう、選挙メドレーの時さ、後ろで映像も一緒にさ流れてるからさ、歌ってる時にさ、ゆいはんさんがさ、なんかのスピーチとかも重なって聞こえてくるからさ、なんか後ろの音も聞きなっちゃって気になっちゃってさ、卒コンのセットリストでプレイリスト作った、いいね。セットリストが良かったってみんな言ってる。素敵だったよね。そう、選挙見た時福井さんの声しか聞こえなかった私もだいぶ後ろの音ね、すっごいね気になってました。寒くない？ちょっとね、わかる、全部よかったね、全部よかったよね。私が一番なんかグッグッっていうか、うわ、涙こらえるの大変だと思ったのは、やっぱゆいはんさんはずっとさ、こう先輩として選抜の中でもやっぱり一番お姉さんっていう立場でもあったから、
私がね、私とかエイトの子とか他のメンバーもユイハンさんと一緒になるようになったのって、もうなんか同期のユイハンさんの同期のメンバーの方とか、ユキリンさんとかいない時はユイハンさんより先輩のメンバーがいるっていう環境がなんかずっとなかったから、一番お姉さんっていう立場でいるユイハンさんをずっと何年も近くで見て一緒に過ごしてきたから、だからユイハンさんのにとって、まあみんなそうか、先輩になるユウコさんとかさ、ユイハンさんがその一番年下で甘えられるなんか後輩の顔、なんかノートエットの、あの先輩たちが出てきた時に、あ、なんかいつも私たちと一緒にいるユイハンさんじゃない後輩の顔を、後輩の顔をしたユイハンさんを見た瞬間、私一番すごいうるるるるってきちゃったかも。その時のユイハンさんをめちゃめちゃ知ってたり詳しいっていうことじゃないんだけど、その時いなかったから、私はねえ、え、そう、みんな同じこと言うね、本当に言ってた他の。ね、だからちょっとなんかいろんな、その時にいろんな感情になった。もしかしたら今まで私たちと過ごしてた時間ってなんかあんまり甘えられる状況じゃなかったり、しっかりしなきゃってずっと思ってたのかなって。だから先輩たちが来てちょっといつもとは違う表情っていうか、緩んだっていうか、その先輩たちと一緒にいてこうどっちなんだろうね、ユイハンさんはどっち、まあ、忙しくてきっとそれどころじゃなかったと思うけど、本人はどんな感じで思ってたのかなって気にもなったし、そんな もしほっとしてたらなんか良かったなとも思うし、逆になんかずっとユイハンさん気張ってたのかなって、大丈夫だったのかな今までとか心配になっちゃったりもするし、あ、し、オグちゃんが同じこと言ってたんだって、マセブンのやつかな、あー、なるほどね。でもあとはもうねなるべくもうね見ないようにした、私もう無理だった。ちゃんともうさ後ろにもさモニターがあって見れたんだけど、もうそれをずっと見てちゃうとね、もうコンサートどころじゃなくなっちゃうなって。ちょっとまず自分が与えられた役割とか、その、ね、おダンスとかお歌をねちょっと全うするには、これ見入ってしまうと非常に危険だなと思って画面見ないようにしちゃう、危なかった本当に。そう、オープニングでもちょっとやらかしそうになったから、いや危なかったな。もうさ久しぶりだったのライブで、舞台とかはではそういうの見てたけど、あのコンサートとかライブのやつであの客席が埋まっていてサイリウムいっぱいでってスタートが出て、最初はもうユイハンさんを見ながら歌ってたからあれだったんだけど、こうやって向いたらそんな素敵な光景が広がってたから、久しぶりすぎて感動もしたしうっといしちゃったし、
わーってどん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 なんか落ち着いてきたんだなーって思ってうるってしてたら、あの少女たちはさ、なんだっけ、少女たちよもうすぐ夢の未来はこれから始まるの後にウォーウォー、ゆいはんさん一人歌うところなの。あそこだもん、うっとりすぎて注意力なくなっちゃって、ウォーウォー、私も歌いそうになっちゃって、まさかのデュエットしそうになっちゃって、危なかったの本当にってなった本当に危なかった。それぐらいもうなんか素敵だったんだ。みんなはやっぱりステージこうね、ステージを見てるから客席をの感じ全体ってあんまりね見れないかもなんだけれども、危なかったです。ゼロサムもなんかそのね2曲目でっていうゼロサムで歌い出しをねゆいはんさんと一緒に歌えたのが嬉しかった。嬉しいっていう感情なんだけど、でもニコニコして歌う曲じゃないからその感情は一回こうでして夕暮れのって歌っておりました。茨城でもやったよねゼロサムね。LINE しててね、なんかもうずっとリハの時からゼロサムの時の後ろのモニターの太陽マジすごいでってずっと言ってて、で昨日も夜に LINE してて、と太陽棒、ゆいはんさんの言う太陽棒がすごい楽しみですって言って、今日のリハの時に後ろ見たら本当可憐ななんか綺麗な太陽が出てくると思ったらかなり情熱的な太陽、もうめっちゃ確かに太陽って近くで見るとこうだよなみたいな、みたいな太陽が出てきてすごいなんかめっちゃリアルだったよね。太陽すごいでってずっと言ってたの、ゆうはんさんがすごいんだろうなってドキドキしてたらマジのギラギラ太陽が出てきました。あれは近すぎね、そうよね、あれは近づきすぎた時の太陽だよね。いやほんとあれリアルだったら私たち消えてますよ。その次がねアライブだったんだけど、アライブ初めてだった、私踊るの。私フリーの時いなかったからさ、うーわって思ったよね。初めてのやる曲みんなフリーでされてる時にいなかったのがちょっとね、そういうの良くないね。そうなるとさ、あのいなかった人のためにあの動線確認みたいな、そういう時間が余計なそういうあれが発生してしまうので、そうすごい申し訳ない気持ちになっちゃう。私は初めてだった。 K の曲をねなかなかやらない。 K の曲ってあれかな、コロイシはやったことあるね。ゲームのイベントのやつで一回やって、他でもちょっと全通とかでもやったか、全通じゃないや、全国握手会とかでやってた。あと K の曲ってなんかあったかな、あんまりないのだから K の曲ドキドキしちゃう。だからレパートリー増えてちょっと嬉しかった。最終ベル、あーそっか、 K の曲か。 K はあー外伝でやったね。そうだ、あ
クラップ&ビルド、ああ、え、スクラップ&ビルドって、あ、K って感じの曲なんですね。ああ、それもマジ無理ですね。だから私の最初はさ、その私の初めて経験したあの K の曲たちはみんなあの舞台の時にやってるからさ、そう、どうしてもそっちを思い、あ、これタウゼントの歌やんみたいな感じになっちゃう。あ、そっか、彼女も、あ、彼女って全然なんか個人的には K っていうなんかめちゃめちゃ B って感じがしちゃう。A と K は合わないってコミュニティ、合わないってどっちの意味の？そうなの、そういうイメージなのよ。で、今回あの最終ベル私出なかったですね。ドラムしてたよね。K 曲って結構使われてる。なんかメロディーもいいよね。最終ベル、でも最終ベル、りんちゃんの見たい、嬉しい。でも振りわかんないや私。でもこれをやってるのはなんか見た気がする、レッスン上で。どんな振りなんだろう。あれはオリジナルになったのかな、今回のって。今回用になんかアレンジしてたのかな。ね、私がやった時はなんかイントロとかウェーイってやってたからイントロの踊りとか全くわからないんだよね。その次何やったっけな。総選挙の曲をやったりとか、あ、偶然のジジロ、 A でもやってたんだね、思い出した。楽しかった。自転車をこいで潮渡って君を迎えに行く。私だいたいフリーポーズの時ずっとこれやってたそれしか思いつかないんかいってぐらいずっとこれやってた。チチ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 チビスちゃん、最近ビスちゃん SNS で見ないな。元気してるかなビスちゃん。会ったことはないんですけどね私。ハとかあの衣装初めて着ましたね私。こっちに袖があって、あ、違う、こっちに袖があってこっちに袖がなかった。その時はもう上げ上げ、曲が上げ上げだったからそんなにあのしんみりとかではなくて、裏でも結構みんなでわちゃわちゃワイワイしながら盛り上がってたんだけど、なんかメグさんがね、メグさんも同じ形の衣装だったの、歯の時あの片方袖なくて袖あってみたいな。メグさんの方はしっかり固定されてたんだけど、私の衣装はね、なんかあれってなんか、え、なんかいろいろ足りてる足りてないみたいな感じで、すごいこれがズルって落ちてきちゃって、だからひーちゃんに
ぜひ、あなたーあなたーのところでこうやってってあなたーあなたーってやってってふざけて言われててやんないよってやらないよって真面目にやんなきとって言ってて、でそんな会話をし終えてから全然全然全然ってあやばい始まったと思って出てってて歌い出しよかったな。てかすごい今日ハッてすごいいい声出てたな。で歌ってたらさ、なんだっけ、なんかなんだっけ、私だけ好きになってやる、手当てをしなさい優しくのところで別に意図してないのにずり落ちてきちゃってだからひーちゃんにやらないって言ったけどすごい出ちゃってたからかっこつけて戻すかって思ってあれ自分で好き好んであの下がっちゃってたんじゃないんですよ。あれやばい下がっちゃう下がっちゃうと思ってそうだし、しかも後ろにひーちゃんいたから終わった後にちょっとやってんなと思ったよって違うよ作戦じゃないよ。ちょっとね歯はね笑いこらえるのが大変だった。いろいろじわじわ来ちゃって自分の中で。でもあの衣装ねかっこかわいよくって好き。今日自分で歌ってて一番歌いやすかったのはこの曲だったかな。アーカイブ見るの楽しみ。アーカイブはまだなんだね出るのは。もうちょっとしたらかな。はっ、ちょっとあの歯を再現したい。はっはっ、ちょっと勢いかな。どんな歯だったっけ。でも今の感じ、今のがもっとライブ中のアゲアゲな。すごい歯がいっぱい来る。はっ、あ、よくない。今の歯ちょっと今の歯いい感じ。ボリュームボリューム注意だった。あ、ヘイも好きだな、みんな。ちょっと今歯がいいな。じゃああの頃はじゃないんですよ。そっちじゃないんですよ。びっくりしたってびっくりした。今日のは良かったですよ。そう、私の歯、こっちの歯並みのね。はっ、誰か私だけ好きになってよ。ラミドゥ恋に破れてハートはちょっと集結中。手当てをしなさい優しく。はっ、もうここも歯だけだったからね。すごい気合いの入った歯ですよ。あなたあなたあなた、いいよね。あなた一般人、あんなやつ記憶なんかその上から書き換えて、そう愛こそがボランティア。この間のアジアフェスのやつでやった時は短いバージョンだったから長い方やってちょっと嬉しかったな。
ああ、エウトでウエスト、あれ？あ、そうだね、確かに。そっちの人たちはやってるイメージだ。派手派手衣装。でもハンフルバージョンかっこよ、聞きたいそれ。でもちょっと今日のクオリティはまだ見てないからわかんないな。でもハンもどうでした皆さん。フルサイズは初めて、みんなの前でやるのは。歌番組とかではねやってたけど、私だってもう髪の飾りが吹っ飛んでいきました、どっかに。どっか行っちゃった。新衣装の方。あ、かっこよかったって言ってもらえてるよ。よく体力持つなと感心した。あー、そこ、そういうところまで見てくださってたんですね。拍手が長かった、嬉しい。褒めてもらってるみたいで嬉しい。でもハモは最初にやらないと踊れなくなる。いや、逆に最初に持ってこられちゃうと後に曲が踊れなくなっちゃうので、でもハモを入れるところは結構難しいですよ今後。100m 全力シックスを強い使いやす、いや本当短距離じゃないんですよあれ、踊った後の疲労度が。長距離走やった時の方が近いですよあれは。最後の方きつい、いやもう最後ね、きついっていう言葉じゃ言い表せないね。フルでやった時のタットとかもね、意識あんまりない私。本当に大変なんだフルマラソン。やって、まあ、フルじゃないか、フルの時はマラソンって言ってるのか、時はマラソンっていう感じ。イエーイ、いいって言ってもらえてるよ、やった。私明日の予定、明日は私は水戸ですよ、茨城。なんか最近プライベートでもお仕事でもね、茨城に関することが多くて嬉しい、ほっこり。いい、朝早いですよ、早く寝なくちゃ。あやねとお代理と行きますよ。ぜひね、明日あのケーズ電気スタジアム来るよって方は、なんかそれだけじゃなくてご飯とかもなんか楽しみを見つけて、観光とかもちょっとしてくれたら。
城寒いらしい。いやでも茨城に限らず、もうね今日の夜も思ったけど寒いよね。いやでも寒いの好きですわ。明日の準備しなくっちゃ。何時だろう。干し芋美味しい。あ、もし水戸駅使うんだったら水戸駅にお土産、改札のすぐ目の前にお土産のコーナーのお店がありまして、サーティワンとミスタードーナツとかがあるところ、ブースの中にあるんだけど、そこにいろいろね、おいしいお土産、おいしいお土産、おいしい食べ物とかお土産たくさん売ってるところあるから、もし駅使う人いたらそこおすすめだよ。私明日終わったらまたリハーサルとかがあるので戻ります、こちらの方へ。本当はねお家帰ったりとかしたかったんだけど、結構バタバタしております。あ、でも夜だからあの応援とかそう試合とかも見たいから、私のリハーサルはね夜の方にあるので、したらしっかりライブとか関連のことをいろいろしっかり楽しんで応援してそちらの方に向かいたいと思います。うーん、明日の髪型どうしよう、めっちゃうな。サッカーについてどれぐらい知識あるの？私サッカー少年団入ってたんですよ。だから知識といたしましてはこんぐらい詳しいです。やってたから。うん、笑うとこじゃない、笑うとこじゃない。野球はちょっと自信がないんですけどね。ポーラ友達？マブです。今の顔可愛くな。今の顔ブサイクだな。勝利の女神になれるかな。なりたーい、なりたいよ、勝利の女神。いいなそれ、なりたいです。 How to 勝利の女神。あ、そうだ、明日まあブライモンスター 11時15分から。あー、なんかやばいな、いろいろやること。ショールームやってる場合じゃないね、やらなきゃね。でもショールーム終わったらやんなきゃいけないね。あー、やることいっぱいだ。
やっぱ今日一番良かったのあれだな、見えない空はいつでも青いだな。楽しかった。見えない空はいつでも青い、雲に隠れたり雨が降っても、君の未来は晴れ渡る空、何でもできるできる、違う自分探しに行こうよ。いやー、ほんともうここのねエンジンやるじゃない、もうそこのさリハでさ、レッスン場でリハやってる時からもうみんなボロボロめっちゃ泣いてて、だからリハの時でそれ見ちゃうと本当に涙出ちゃうから、リハの時みんなの顔見ないようにしてたの。でも今日初めてみんなの顔見てちゃんとできた最後の曲だったから。みんなもリハの時から、投資のリハとかじゃない時にも目を真っ赤っかにして、それでユイハンさんもこう見渡してて、リハでだよ、もうすごかった。あ、ちょっと、あともうこれだけ話したらいいにしよう。あとその曲、あのアンコール1曲目の時、もうみんなもう裏でユイハンさんがソロ曲歌ってる時に、なんか私喋りすぎてます、こういうのって後出しにした方がいいのかな、いや今日あったことはその日のうちに全部話すべきだよね、こう自分の中でもこう高まってる時に話すべきだよね。なんか全部ペラペラ喋りすぎじゃないってすごい今話を終えちゃいそうなこの瞬間にちょっと気づいちゃったんだけどなんかオープンに喋りすぎてるかなと思ったんだけど、ちょっとこれだけ話したい。もうなんかそのアンコール1曲目のソロ曲の時に、もうみんなもう裏でもティッシュこうバシャバシャやるぐらいめっちゃ泣いてて、いつもリハの時それで待ってる時みんなあれこれどうこう話しながら待ってたのに、みんな泣いちゃってるから、お互いみんな泣き顔見せたくなくて、お互いにみんなそっぽ向いて上向いたり横向いたり、みんななんか壁とか幕の方向いて会話一切なしそこはもうメイキングカメラも何も入ってない私たちの領域だから、そう映像とか画像とかではみんなにちょっとお見せすることができないんだけど、すごい裏歌ってて曲は鳴ってるんだけど、あそこの瞬間あの空間本当にみんなそれぞれのあれに向かってもうなんかなんかみたいな鼻すすろすとかさ、それがすごい響いてた私もめっちゃ泣いてて、そこで目の前にゆいゆいって、隣になるちゃんとか下尾くんとかいたんだけど、私はこっち派だった、私はこっちを見て泣いててでもちょっとみんなに泣いてるのバレたくないから鼻もうすぐれなくて
ずっともうやばいやばい、出ちゃうんじゃないぐらいのもうそこまでずっと音で気づかれたくなくて、イントロで全部でそれで出てったから大変でした。歌いだしでめっちゃ泣いてるし、もう鼻水もちょっとやばいなって感じだったけど、話しかけられて、話しかけられてる人の方向かずにこのまま答えたよねいやそう、なんか嫌だなって、ちょっと恥ずかしいなと思って、すごいかっこいい答え方しちゃったな私。そうそうそう、あそう、ナンバーナンバーみたいなめっちゃ泣いてるけど声はいつも通りの岡部凛を装って、なんかみんな見られたくないってところがちょっとかわいいなっていう、みんなが、すいません、喋りすぎました。ちょっとね、私明日もありますので、もうそろそろ終わりにせねば。明日もね、会える人がこの中にはねいるんですかね。よろしくお願いします。ちょっといろいろもっと話したいことあるんですけれど、明日に響いてしまう、お互いね、多分早い人もいると思うので、では素敵なコンサートでした。まだ、卒業コンサートだったけど、まだね何かの収録だったりとか、まだね活動はあと本当にちょっとだけど、でも一緒にいる時間もまだあるので、ウィー、はーい、じゃあまた。今日はいろいろ何かしらでワンセブンとか、何かしらじゃないよね、ワンセブンで見てくれたんですよね皆さん、現地にね来れてない方はね、現地に来てくださった方も、ワンセブンです。あー出た、マイナス17ポイント、17じゃないです、ワンセブンですようざうざいとこ出ました、ワンセブンです。ワンセブンのこと言うときはカメラ目線で言って心の中に決めてるのうざ。じゃあね、バイバイ。切ります。じゃあまた明日、バイバイ。Thank you.